それでスリクスの皆さんは星見プロに入ることになったんですか？ああ、とはいえしばらくの間はお試し期間だ。うちと合わないと思ったらスリクスは即時契約を打ち切ってもいいことになってる。そっか、あくまでとりあえずって感じなんですね。それに3人とも今みんながいる寮には入らない。マンションで引き続き一人暮らしをするそうだ。向こうも俺たちと慣れ合うつもりはないらしい。なんだ、ちょっと残念です。いっぱいお話ししてみたいなって思ってたのに。スリクスの事務所入りに反対しないのか？あ、だってあんなにすごい人たちなんですよ。どんな風に練習してるのかとか、お休みは何をしてるのかとか、聞きたいことがたくさんあるなって。そうか、さくららしいな。それにマナさんの歌を奪おうとした理由はずっと気になってましたから、だから一度ちゃんとお話を聞いてみたいんです。そうだな、いずれは聞いてみよう。でもそんな話聞けるのかな。ちさちゃん、どうして？だって話を聞いてるとなんだかとっても怖いイメージだから。普段は猫さんかぶってる？まあ素の性格は個性的かもしれないな。少しだけ。少しってどこがですか？まあまあ、素を見せた時だけ怖いって話でしょ。それなら普段は怖くないってことじゃない？でもこれからはオフモードのスリクスに会うタイミングはたくさん。そっか、同じ事務所だもんね。顔を合わせることはいくらでもあるか。ハルコさん、フォローどころか逆効果、ブルブル。私たち本当に大丈夫かな？はいはい、今はそんなこと考えてもしょうがないでしょ。少し早めにスタジオに行こう。気持ちを切り替えて集中しないと。はーい。ねえ、他のみんなはどうだった？それなんですけど。いや、リオさんはそういうんじゃないかって思ってました。知った風なこと言わないでちょうだい。マネージャーさんには悪いですが、私もリオさんと同じ意見です。スリクスが姫野さんの不正と無関係なのも分かりました。でも気持ちの整理が。そうだよな、トリエルは星見プロを守るために涙を飲んでプレタポルテに移籍したのに、裏切られ傷つけられ捨てられて、その上ルイは実の父親、朝倉さんに無実の罪を着せられた。ごめんなさい、私たちだって星見プロに拾ってもらった立場なので偉そうなことは言えませんけど。それでも永瀬真奈の存在をこの世から消そうとしているような人たちと仲良くなんてできないわ。ディオさんは真奈のことをなんだかんだ言って大事に思ってるんだよな。勘違いしないでちょうだい。まだ何も言ってませんよ。とにかく私はスリックスと仲良くする気はないわ。でも三枝さんやあなたの決めたことならこれ以上は何も言わない。私もです。お二人に何か考えがあっての決断だと分かってはいますから。さあ、この話はおしまい。それよりライブツアーの打ち合わせをしましょう。そうですね、リズノアもトリエルもツアー開始までもうすぐですし、頑張りましょう。やっぱり雪解けには時間がかかりそうだな。リズノアもトリエルも今はツアー中だからいいですが、スリクスと直接顔を合わせたら何が起こるか。君も気を使うね。頑張って。辛くなったらいつでも飲みに行くからね。ありがとうございます。ハルコさん、すみませんがスリクスのことをお願いします。ライバルではあるけど。私たちと仲良くしてくれるかな。だって私たちは、
そろそろ行かないと。わかりました。頑張ってください。さあ次はあの強豪 3X に代わってビッグ4入りしたサニーピースの登場です。どうぞ。そう、アイユニティから程なくしてビッグ4に交代劇が発生した。スリクスの転落、そしてサニピの昇格、それは業界にも星見プロにも大きな波紋を呼んだ。皆さんこんにちは。私たちサニーピースです。先日行われたアイユニティで見事優勝を飾って以来引っ張りだこのサニーピースですが、ハルコさんが心配しているようにスリクスはサニピのことをよく思っていないかもしれない。不安は尽きないが、それでもサニピのみんなの成長した姿を見ることができて本当に良かった。